どうも皆さんこんにちは、いたすがです。というわけで今回の動画は誰でも簡単に作ることができる TNT キャノンを4つほど紹介していきたいと思います。それでは早速制作画面に移っていきたいと思います。今回の動画もマインクラフト Java 版 1.18.1 現在の最新バージョンで作っていきたいと思います。はい、ということで一つ目に作っていくのが超シンプルな黒曜石とスライムブロックの TNT キャノンを作っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずは黒曜石を地面から離れた場所に、はい、こんな感じで2つセットします。そしたらその横に粘着ピストンを、はい、こんな感じでセットします。この2つの黒曜石の1マス奥にこんな感じでセットします。そしたらこの粘着ピストンにスライムブロックをこのようにくっつけます。はい、そしてこの2つの黒曜石の上にレッドストーンダストを、はい、こんな感じで敷いていきます。そしたらここにボタンをセットします。あとはここのスライムブロックの前に TNT を置いて、はい、これでもう完成になります。あとはボタンを押すことで、はい、こんな感じで飛ばすことができます。はい、こんな感じで材料が少なく済むのでサバイバルに向いている TNT キャノンなんじゃないかなと思います。ただちょっと自動装填ができないのと、あとねこんな感じで距離が結構近いのでね、そんなに実用的ではないのかなという感じもします。2つ目の TNT キャノンはこれもまたスライムブロックを使った TNT キャノンになります。それでは早速作っていきたいと思います。まずは地面を1つ削って、粘着ピストンを、はい、このように上向きでセットします。そしたらこの粘着ピストンにスライムブロックを、はい、こんな感じでくっつけます。そしたら一マス開けてディスペンサーを、はい、こんな感じで上向きにセットします。そしたら次にレッドストーンリピーターを、このディスペンサーを囲うように、はい、こんな感じで2つセットします。そしたらこのスライムブロック側のリピーターの遅延を2にセットして、こちら側右のリピーターは遅延を1にセットします。そしたらこの遅延1のリピーターの前にクォーツブロックを、はい、こんな感じでセットして、このクォーツブロックの上に粘着ピストンを、はい、この向きでセットして、この粘着ピストンにもスライムブロックを、はい、こんな感じでくっつけます。そしてこのディスペンサーにボタンをセットして、はい、TNT をセットすれば、はい、これで完成になります。さっきの1つ目の TNT キャノンと比べると結構な距離が飛んでいることがわかると思います。はい、これだけでも十分楽しめるんですけど、この TNT キャノンを応用することでさらに面白い遊び方ができます。はい、先ほど作ったこの TNT キャノンの横に1マス間隔を空けて、もう1台同じような TNT キャノンを作っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。そしたらこのディスペンサーとディスペンサーの間はリピーターをこの向きでセットします。そしてこの2つ目の TNT キャノンにも TNT をセットします。これを何回か繰り返していきたいと思います。はい、ということで合計6個作ってみました。はい、この状態で1つ目のここのディスペンサーのボタンを押すことで、はい、こんな感じでウェーブ状に飛ばすことができます。ウェーブ状にしたことで威力も、
はい、こんな感じで倍増しております。いろんな楽しみ方があるので、皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。3つ目に作っていく TNT キャノンが打ち上げ式の TNT キャノンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まずはクォーツブロックをこの赤いブロック3×3 マスを囲うように、はい、こんな感じでブロックをセットしていきます。この赤いブロックは目印として使うので気にしなくて結構です。はい、そしたらこの真ん中にディスペンサーをそれぞれ設置していきたいと思います。はい、こんな感じですね。向きとしては内側になるようにセットします。そしてこの赤いブロックの中心に多くのフェンスを、はい、このように設置して、この上に間圧板を、はい、こんな感じでセットします。はい、そしたら一つのディスペンサーの上にブロックを、はい、こんな感じで設置して、この上にレッドストーントーチを、はい、こんな風に設置します。そしてディスペンサーをこの真ん中の間圧板の方向に向くように、はい、こんな感じでセットします。そしたらこのレッドストーントーチが設置してあるブロックにボタンを、はい、こんな風に設置します。そしたらレッドストーンダストを、はい、こんな感じで、はい、この3つのディスペンサーが作動するように設置していきます。こうすることでボタンを押した時に、はい、レッドストーンでこの3つのディスペンサーが作動すると思います。あとはこの間圧板の周りに水を流せば、はい、これで TNT キャノン自体は完成になります。それでは TNT を詰めて打っていきたいと思います。はい、TNT を詰め終わったのでボタンを押して打っていきたいと思います。はい、こんな風に無事飛ばすことができました。最後に作っていく TNT キャノンはランダムな方向に飛んでいく TNT キャノンの作り方をご紹介したいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まずはディスペンサーを、はい、こんな感じで4つセットします。お互いそれぞれ向き合う感じでセットします。そして真ん中の奥に、はい、さらにもう一つディスペンサーをこの向きでセットします。そして前にはハーフブロックをこのようにセットします。そしたら奥から水を、はい、こんな風に流していきます。そして手前のこの2つのディスペンサーの上に、はい、フェンスをこんな感じでセットします。そしたら最初に設置したこの4つのディスペンサーの後ろにリピーターを、はい、こんな感じで4つセットします。そしたらこの真ん中のディスペンサーの少し離れた場所にレッドストーンコンパレーターを、はい、減算モードオンの状態でセットします。そしてこのコンパレーターの手前にレバーを設置して、はい、こういう風にクロック回路を作ります。はい、クロック回路を作ったらまず最初にこの奥のディスペンサーをレッドストーンダストでつなげていきます。そしたらレッドストーンダストをこのように左右に伸ばしていき、この4つのリピーターにも設置していきます。はい、これで TNT キャノンは完成になります。あとは TNT をディスペンサーに詰めて飛ばしていきたいと思います。は
はい、それでは TNT を詰め終わったので早速レバーをオンにして飛ばしていきたいと思います。はい、するとこんな感じで TNT が出てきて、はい、こんな風に飛ばすことができます。結構近くにこのように飛んでいくので、はい、このように調整しないと壊れることもあります。はい、こんな感じで最後にふさわしい TNT キャノンなんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。最後の TNT キャノンは実用的ではないんですけど面白いので皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。